団のレース団のレー八月九日から九百四十年三月二十日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、幼名、茂雄。長崎県その議軍、八神村の旧佐賀藩合し、団の活字東夫妻の長男として、高木軍諫早村の母の実家で生まれる。現下は小学校、長崎県尋常中学校、第五高等中学校を経て、 1899年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業した。大学卒業後、三井物産に入社し、シンガポール出張所長、バンコック出張所長、台北出張所長、若松出張所長を歴任。1913年2月、北海道大抗規制に転じ商務課長、売ン部長を務めた。その後、 南洋貿易を設立して社長に、また、東京海運を設立して、常務取締役にそれぞれ就任。1920年3月、井上淳之助日本銀行総裁の推薦で、広漁業専務取締役に就任。1926年、欧米に出張して、酒ス缶詰の輸出の促進を図った。その他、日本商事会社社長、シリベシ製鉄社長、 北海西乾燥小社長などを務めた。1928年2月、第16回衆議院議員総選挙において、北海道第4区から出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。1940年3月、小石川区の自邸で、異海用のため死去した。ありがとうございます。